はいじゃあよろしくお願いしますえ。今回は小学校3年生の算数、棒グラフの書き方やっていきましょう。で、今回はいっぱい書いてあるのに問題1問だけです。だから説明させてください。で、これは何をやっていくかっていうと、4つの果物。今回はイチゴ、バナナ、リンゴ、桃です。この中から一番好きなものを選んでもらいました。で、そのカードがね、全部あるんです。 で、まず、ここのカードから、イチゴが何人かな、バナナが何人かなっていうのを調べてもらいます。で、それができたら、こっち。 棒グラフがあるので、それを棒グラフを完成させて、それができたかどうかかっていう、噛んだね。できたかどうかっていうチェックをしていってください。ただね、パソコンで見てくれてる方とか、スマホで見てくれてる方は書き込むことができないので、もし近くにね、大人の方がいらっしゃったら、あの、この最初の画面ですね、あの、プリントアウト、あと無料でね、できるサービスやってますので、ぜひそっちでプリントアウトしてみてください。で、もしあの、プリントアウトがない場合は、数えることはね、みんなノートとかにもできると思うけど、これちょっと難しい と思うんで書き方どこに何を書くんだろうっていうのだけ合ってるかどうかそれだけでも十分なのでそういったチェックをしてみてくださいいいかなでは早速ね始めていきましょうでえっ、ー、とまずいっぱいカードがあるんで数えていきますでもしかしたらみんなが学校でね棒グラフの勉強してるときはもうこれが出来上がってるかもしれないですでもう書いてあってそこから棒グラフにするだけかもしれないんだけど数える時のポイントが2つあります 二つね。まあ、それをしっかり押さえていきましょう。まずここ。数えるときは、ほにゃららを使うよっていう、これある漢字を使うんだよね。で、何の漢字かっていうと、これです。正しいっていう漢字を使っていきます。で、なんで正しいを使うかっていうと、これ、五角なんですよ。五角。だから、一人だったら、いーち、これで1ってわかるし、いち、にってやれば2ってわかる。 2,3ってやれば3ってわかるし1、1,2,3,4ってやれば4だし、最後1、1,2,3,4,5ってやれば5になる。ちなみに6は1、1,2,3,4,5,6ってやる。こうやって数えていくんです。 で、昔ね、あの、塾講師、塾の先生やってたんだけど、生徒で、違う漢字じゃダメなんですかって、語格だったらさ、わかるからって言って、違う漢字使ってる方もいました。別にそれは俺、いいと思うんだけど、正しいっていう漢字は、パッと見た時にね、これが4だとか、これが3だとか、分わかりやすいんだよね。だから、この漢字を使うのがおすすめです。いいかな。で、もう一個のポイントは、こうやって、いっぱいある時は、必ず、斜線、シュッ、 っていうのを書いていってください。例えば、いちご数えます。いるね。1。これでさ、1、2、3って数えるはもちろん正解にいける。でも大体ね、多くなってくると、うわ、1個数えてないじゃんみたいなことが起きます。だから、いちごだったら、1、2、3、4、えっと、5、んと、ある？?6、7、もうない 大丈夫かなで、やれば、7って分かる。で、その時に今こうやって数えちゃったけど、もしあれだったら、1、2、3、4、5、6、7って、こうやって数えていくのも OK。いいかなで、だから、いちごの人数は7人ってことが分かりました。どんどん行きましょう。次、バナナです。バナナ、じゃあ、ツにしようか。1、2、うんと、3、4、5か。一応書く <laughs> ?5 ね。 だから、バナナは5人でした。次、リンゴです。じゃあ、こっちの方が1、2かなあとないもんね。ってことは、1、2、<laughs> 2。で、最後、桃は1人だけだね。桃は1人なので、1人、以上、1。ってことで完成しました。最後は合計です。つまり、ここの人数、全部足していきます。7足す5は12、足して14、足して15。だから、15です。 ちなみに、俺はすごく心配性なので、最後にカードの数数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、15枚、15、オッケーって感じだね。ここでずれてたら、バ、ま、ツ、あ、つけてればね、車線引いてれば、ほぼミスはなくなるんですが、えっ、ー、とね、この2、数が合ってなかったら、どっか数え間違ってるってことになるので、そこは気をつけておきましょう。いいかな。さあ、こっからが主役です。今回ね、棒グラフ。こっから棒グラフを書いていきます。 で、今ここにこの表が出来上がりました。で、ここから棒グラフにしていくんですが、まず最初にやることはですね、棒グラフにはタイトル。この棒グラフが何の棒グラフなんですかっていうのがわかる。それを書かなきゃいけないんです。それがここ。ここね。で、ここに書くのはこの上に書いてあるこれです。今回は好きな果物調べって書いてあるので、ちょっと被っちゃってごめんね。そして入んない気がする。<laughs> 好きな、ちょっとちっちゃい書くよ。 果物あ入りそう調べていいこれは書きますちなみにこれ表題って言いますじゃ書いておこうかこれのことを表題ってじゃ書いておこう,でしょうねって言います。 いいで、それ書き終わったら、まあ、順番はどれでもいいんだけど、今回は下にま、書いてあるんで、もしね、えっと、いちご、バナナ、リンゴ桃みたいな種類が書いてなかったらそれを書きます。まあ、このまま順番がいいでしょう。いちご、バナナ、リンゴ桃をこうやって、一つ飛ばして書くといいです。いちご、一マス空けてバナナ、一マス、リンゴって感じで。いいで、次に大事なのはここです。ここ。縦。 のね、縦の軸の部分が、いくつの数字でやっていくかっていうのを考えます。で、今回はね、わかりやすいように、一つずつ、一ずつ増えます。つまり、1、2、3、4、5だよね。ってことは、6、7、8、9、ここは10。つまり、ここに10を書いておきます。で、えっと、棒グラフっていうのは、だいたい5ずつ数字を書いていきます。ここに1、2、3って全部書かないと、とね、ぐちゃぐちゃってなっちゃうから、 5個ずつ数字を書いていくことが多いです。で、下は種類。書きましたね。イチゴバナナ、リンゴも持って。で、こっちは人数です。縦は人数。だから、5、10って書いたんですが、人数には単位があります。単位。まあ、ここにも書いてあるもんね。人数は5人、人7、人っていう人を書くので、その単位がここに入ります。これで準備完了。ちょっと最初一回復習するよ。 表題を書きます。書き忘れないでね。表題を書いて、この棒グラフが何なのかをちゃんと示す。で、種類が書いてあるかをチェックします。数字。ここね、5と10とか。まあ、で、ここが、えっと、10、20とかなることもあるんだけども、それが書いてあるかをチェックする。で、単位があるかをチェックしておきます。あとは、みんなは定規を用意してください。ちょっと私、これ用のね、ま、定規置くやつができないので、あの、フリーハンドというか、こう書いちゃうんだけど、イチゴは7人です。だから、7のところを探します。 で、ここ5だもんね。ってことは、6、7、ここ7です。1、5のタワーが7。ここまでです。で、そしたら、あと定規で縦に、ちょっともうよ、ピーって、こっちもピーって書いて、あとは、この塗り方はね、結構先生によって指示が違うと思うんだけど、私はね、こう斜線で、シャッシャッシャーって鉛筆で書いちゃいなーってよく言って言うんだけど、 もしかし塗りつぶしてねとか、何も塗らないでねって人ももしかしたらいるかもしれない。ちょっと学校の先生のね、指示というか、聞いてみてください。では次、バナナ行きましょう。バナナは5人です。だから、バナナのところが5で止まるように、ここだね。この、で、縦にピーっと、こっちもピーっと引いて、シャッシャッシャッと。どんどん行くよ。あと、リンゴが2。あ、これリンゴが2だね。 リンゴのところが2だから、ここになる。シャーっと、シャーっと、シャッシャッシャッと。最後、桃です。桃は1なので、1のとこで、シャッシャポトトッポットと、と。これで、棒グラフは完成となります。あの、覚えちゃえばすごい簡単です。で、実際ですね、棒グラフを書く問題っていうのは、ここから、ここは、結構ね、慣れちゃえばミスはないです。 ちょっとね、この辺書き忘れちゃってね、あーもったいないってことはあるんだけども、だいたい数字分かっていればさ、場所を引くだけだからね、できるんだけど、どっちかっていうと、ここがね、やっぱミスが出やすい。数えミスはね、非常に起こるので、もしみんなのテストとか、まあ、学校でやるプリントが、数えるところから始まる。時は、まあ、正しい漢字を、このね、漢字を使ったりとか、どっちかというと、私この斜線がおすすめなんだけど、ちゃんと数えたものには印、シャッシャッシャッって、 いうのをつけていくっていうのをやってみるといいかと思います。で、ここまでで終了なんですが、一個だけ付け足しで話をさせてください。さっき横の数字が違うことがあるって話をしました。もしね、今回この好きな果物アンケート、今回15人でやったんだけど、じゃあめちゃめちゃたくさんの人にアンケートを取ったとしましょう。いちごが、じゃあ90人、バナナが70人、りんごが60人の桃が50人みたいな。 おい、何人だ1 0二270人だね。全部で。まあ、こんな、例えばアンケートを取ったとします。そしたらさ、これ無理だよね。だって5から10、まあもっと11までしか入んないから。じゃあどうするって考えたときに、これを、50とか、ここを 100? って場合10ずつだね。10、20、30、40、50、60、70、80、90、100ってやれば、これ全部入るよね。きれいに。 なので、ここに書いてある数字を見て、一つのメモリね、一メモリをいくつにしていくと、いい感じの棒グラフになるのかなっていうのを考える必要があるので、それもね、ぜひ頭の片隅に置いといてください。ちょっと戻しておきます。 では、今回はね、棒グラフの書き方やらせていただきました。ちなみにね、さっき一目盛りの話をしましたが、次の動画、次の授業動画は、その一目盛りがいくつなのっていうのをみんながパッと見て、それは10だみたいなのがわかるような、そんな問題をね、やっていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。それでは、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。お疲れ様でした。またね。